繰り返し TV の小池です。立川です。今日は先日発表されました。発表されましたセガンドユニフォーム、おー、ヴェルディのね、はい、セガンドユニフォームね、モデルとモデルをさせていただいたと、はい、このまま一体モデルとして入れていただいた。小池さんもしっかり横でしたね。そうだったね、しっかりね、こんなアリアンセカンドユニフォームのモデルをさせていただいた時のその撮影風景にね、そうですね、撮影に潜入ということで、はい、でもなかなか見れないのは確かなんで、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。最後にちょっと完成のユニフォーム姿、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあ、肩幅ぐらい開いていただいて、はい、で軽くグーにします。横で、はい、ここは楽にしてもらってセカンドユニです、はい、OK です。で、胸張って、レンズ真顔で、見ます。はい、若干拳、体の外側にちょっとだけで、ちょっと肘楽にしてもらって椅子張らないぐらいです。はい、で、堂々と立ってもらってもう一回いきます。今度は斜めに、はい、アウトです。もうちょっとだけ向いてもらっていいですか。はい、はい、もうちょっとだけ戻します。で、顔の向き一回まっすぐ入れます。顔ごと、はい、自然に向いてもらって、顔は残して目線だけこっち向きます。左目で、あ、そうです。で、またグーで、で、ジャッカーを引きます。かっこいい。これはかっこいいね。これは聞いてる。聞いてます。聞いてます。聞いてます。ミスターマリック来てます。西井さん来てます。なかなか言わないから、なかなか言わないですよ。来てますわ。今日こういう感じで重要かも。ありがとうございます。来てます、来てます。いただきました。ありがとうございます。じゃあ背番号いきます。後ろ向いていただいて、はい、また軽くグーにして、ほんのちょっとだけ体が離します。あ、OK です。で、まっすぐ上見てください。はい、もうちょっと気持ち、頭を右に向けますか。はい、はい、これいいね。あー、ありがとうございます。はい、来てます。ありがとうございます。一発 OK？ 一発 OK？ はい、一発 OK？ はい、じゃあ前ね、すごいな、一発 OK いただきました。そしたら、どっちがいいかな。左足ちょっと前出してもらって、はい、ちょっと一回もダラーンと休憩してもらっていいですかね。はい、どうですか。はい、はい、で、左手腰にしましょうか。はい、で、一回時計見て、で、顔残しで目線だけレジです。はい、めちゃくちゃ上手です。慣れてますね。で、体、体だけもらっていいですか。あ、欲しがってる。気持ちよなってきてる。どっちができるか勝負。気持ちよなってきてるの。体キープで、一回顔こっち向いて、で、目線こっち行きます。はい、OK です。で、もう一回こっち向いて、ここに。はい。いいね。うわ、いいね。うわ、いいね。うわ、いいね。で、今度腕組みましょうか。腕組んで、はい。ちょっと堂々としてもらって。少し顎下げてください。あ、いいですね。おぉ、いいですね。で、真顔でレンズ見ながら、ちょっとゆっくりめにこういうのです。はい。はい。はい、お願いします。はい、はい、OK です。一回やります。うわ、体感か。体感かな、目線をやっぱレンズの向こうに。あ、すごいわこれ。あ、おお。体感がもうビシッと決まってますね。スパイクも新しいやつですね、これ。そうです。めっちゃいいっすよ、これ。めちゃくちゃ履きやすいっす。いや、かっこいい。全部忘れたね。ブレない評価いただきました。何回目？何回目？三回目。しつこいな。帰ってきたのは二回目。半歩前だよね。はい。そのティーの、まさきで。ちゃんとね、ユニフォームがピンとするように。いいですか？はい。はい。はい、ちょっとだけ肩幅に開いていただきましょう。はい。OK です。で、軽くグーいきます。はい。あ、いいですね。で、そのまま入って。はい、ああ、いいですね。で、まっすぐ向いて、で、目線だけします。いいよ、いいですよ。ナイス。どうですか。
背中を取ります。はい。背中で、ちょっと顔を上げてもらいます。はい。うんうん。いいです。おお、いいですね。大きく見える、大きく見える。マジですか、うん、大きく見えたい。163ぐらい。うわー、こう。1センチだけ。はい、です。はい、じゃあちょっと歩きます。あ、じゃあ違うわ。ちょっと体勢崩したと思いますので、そのまま、つま先合わせてもらって、で、また、はい、そうですね、どっちでも大丈夫です。で、右足もうちょっと前でしょっていいですか。はい。で、右手も引きましょう。はい、ですね。ちょっと顎上げますか。はい。うん、モデル。おぉ。うん。その体勢で、あっち向いてから目線こっち。モデル。なんか知ってる。子供服よ。子供服。こっち向いてから目線こっち。なんかパンツゴールドですか。いい、締まる。締まってる。色かっこいいですよね。締め締め締め。じゃあ、そのまま腕組みます。はい、腕組んでちょっとこう体を大きくしてもらって、で上から目線で見てみます。はい、得意じゃん。上からです。もっと顎を上げてますね。おお、はい。それで道がすさん見えるぐらいちょっと下ろせます。手を。あ、そうですね。あ、OK です。で上から目線でいきます。はい。はい。じゃあレンズを、見ながら、ゆっくり目でこうやってやります。はい。お願いします。ちょっと硬い。ちょっと硬いな。少しいつもよりオーバーめに色とか大きめに色とか。はい、お願いします。上から目線のやつ。一体感。すごいっすね。あ、この辺のやつ。わ、上から目線。生きてんな。上から目線。完全生きっとるこれ。これやばいっすわ。楽しみだね。完全に調子の女と。ありがたいですね。こんな風に撮ってもらえて。ねモデルにしていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。今後期待で。ありがとうございます。ありがとうございます。